始まりました。始まった。ちょっとラグがあるんだけど始まってます。あと1分したら、あ、ノムの名前を変えるのを忘れてたのでこっちでやります。なんか喋って聞こえてます？聞こえてる。ちょっと今名前をクラブ名言ってるから。よし、やりましょうか。はい、こんばんは。こんばんは。第11回今日見ている皆さん、こんばんは。MC しようとすな。特徴はサポの方も多数いらっしゃいますからね。本日は第11回未来への鍵です。大分トリニータから野村直樹選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。やりやすいわ。まあ、普段から、あ、早速ノムさん200試合おめでとうございますというコメントが来てます。ありがとうございます。いつ？前節？前節おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、結構この企画はキャリア掘り下げることが多いんですけど、まあ、ノムのキャリアも知ってるんで掘り下げたいなっていうのもあったんですけど、まあ、お互いの今の立ち位置というか、まあ、厳しいシーズンをお互い送ってるなというところで、まあ、そこら辺のこう生々しい話をぜひしたいなと。最近電話もしてなかったんで溜まってるかなと思って、はい、していく、いけたらなと。まあ、3、40分ぐらいをめどにと思います。ご覧の皆さんも何か野村なり岩尾なり両方なり何かあればぜひチャットの方でお言葉をいただけたらと、コメントをいただけたらと思ってます。早速ですが、どうでしょう。まあ、僕らは J1 1年目なので当然ですけど、まあ、昨年の J1 の流れというか、そういったものを知らないので、まあ、去年 J1 は降格なしと、まあ、J2 も降格なしでやってた中で、今年はまあ降格4クラブというところで、当たり前だけど、まあ、僕らボルティスにとってはね、やっぱり案の定厳しいシーズンになってるんですけど、そこら辺のなんかこう降格があるなしでやってた1年と、まあ、今のレギュラーシーズンというか、まあ、本当にこう降格もあり、いろいろこう当然優勝もあり ACL もありっていうところで、どうですか、なんかこう差を感じたりする部分あります？差というか、なんか違いかな、違いを感じたりする部分ってある？あります。あるんだ。全然違うと思いますよ。まあ、今こう結果が出てないからっていう状況もあるんですけど、うん、やっぱ去年は、まあ、個人的にも初めての J1 の舞台っていうところで開幕して、なんかこう自分の目で見たかった景色を、うん、っていう思いで入って、でそしたら開幕の後ぐらいにすぐコロナが、うん、が日本中にてか世界中にか蔓延しだして、うん、で、まあ、降格がないってなってから、なんか変な緊張感みたいなのはなくなったというか、プレッシャーはだいぶ今に比べてというか、まあ、去年はなかったんで、うん、まあ、個人的にはどれだけやれるかっていうのを素直に
チャレンジだけできたっていうか、あ、もちろん責任は伴うんですけど、うんうんうん、まあ責任とよりも、まあ、自分を実験するっていうところの方が大きく試せた1年間ではあったかなと思います、うんうん、なるほど。そっか、途中からか変わったというか、降格なしってなったのが、なんかさ、そのなんか降格がなくなるっていうレギュレーションになる手前って試合したんだっけ？何試合した？ 1？ 1。あ、1試合か。1試合じゃ何とも言えないかな、じゃあ。その1試合どうだったのって聞こうかな。どう？開幕戦だけってこと？開幕戦だけ、アウェーセレッソ、うんうん、途中から出たんですけど。まあなんか、あ、こんな感じかっていう。だからどんな感じか聞いてんねん。あ、こんな感じかっていう。あ、J1 ってこんな感じかっていう感じです。それは何、うんうん、もうちょっと。いや、まあなんか、うん、でもメディアの数とか、まあ、そういった周りの環境の部分に関しては、うん、やっぱり J2 とは違う、結構盛大な感じ、うん、人も多いし、注目度も違うっていうところは、すごい感じて、うん、まあ、あとは、もちろん、あれですね、この能力の高さ、うん、まあ、そこはすごい感じて、でも意外と、なんかずっと J2 でやってきて、うん、ですごいなんか J1 に対しての憧れみたいなのが自分の中で強かったんで、うん、まあ、どんなもんかなっていう感じはあったんですけど、うんうん、まあ、やれるところとやれないところが、割と1試合で、分かった感じはしました。ああ、そうなんだ。そこから、まあ、レギュレーション化って効果がなくなった中で、まあ、そのなんか、自分の課題感が分かった感じがして、そこにだからコミットできたって感じなんだよね、きっと。純粋に。ああ、そうです。うんうん。その1年、どうだったの？その41、あ、41もないのか。37試合かな。まあ、でも半分ぐらい怪我で離脱しちゃったんで。そっか。まあ、多いね。ちょいちょいしてるね。ちょいちょい、いや、大分に来てから2年間のうちの半分。去年も半分、今年も半分ぐらいは離脱しちゃったんで。まあでも、去年はその残りの半分でも、なんか、自信ができたというか、うん、やれる部分とやれ、なんかこう、もっと成長しなきゃいけない部分っていうところが、うん、チームの戦術ありきの中で、うん、なんとなくイメージできたかなっていう感じですね。なるほど。うん、個人のなんか見え方みたいなのは、なんとなく、まあ、飲むって基本的に、なんて言うんだろうな、自分のパフォーマンスの質を上げていくところの研究というか、まあそういうのはなんかこう、なんつうんだろうな、俺なんていうか、そのボルティスにいた時も、サイドハーフ、横浜 FC の時にはしてたけど、徳島来てまあトップ下って位置になって、まあなんかこう、やってきた、なんていうんだろう、ポジションからの見え方、まあ、ビジョンがちょっと異なるポジションの中で、適応するのすごい早かったから、やっぱそういう課題を持った時に解決する力ってなんかノムのストロングポイントだなっていうのは前々から思っていて、なんかとはいえなんかこうチームと個人ってなんか難しいじゃん、バランス、うん、まあ自分が良ければいいっていうのだけではなんかやっぱりこうパフォーマンスがなんていうんだろうな、安定しないというか、なんかそれ以上もそれ以下もないみたいな状態になるけど、ノブはなんかチームのこともやっぱ考えてた人だし、今も考えてると思うんだけど、なんかそこら辺の難しさはどうですか、チームの。やっぱり J1 に上がると、より今までよりも競争が厳しいっていうところがあって、あのチーム内で。チーム内でも、うんうんうん。で、やっぱ生き残っていくために、こう自分の価値というか存在価値をそのチームの中で見せつけなきゃいけなくて、うんうん、だからなんか今までよりかはこう優先順位、僕の中ではあんま変わってないんですけど、うん、より自分の
パフォーマンスをより出しつつ再現し続けるために、うんうん、なんか徳島にいた時とかよりかはもっとこう自分に対して目を向ける時間が多くなった気がします。なるほど。チーム内競争ね。なんか喋ってや、メモ持ってんねんから。真面目な話してるんだよ。いいよ、別にそんな真面目に尖らなくても。なるほどなと思って聞いてた今。いや、でもなんか、もちろんこう J1 に行ってやれることもあるなっていうのは分かったんですけど、うん、やっぱよりこう身体能力が、すごい差があるなって思ってて、やっぱ能力高い選手とか、うん、特に助っ人で入ってくる選手とかの能力ってかなり高いなと思って、うん、でもそれってもうなんか限界を作りたいわけじゃないんですけど、やっぱりもう生まれ持った能力の差みたいなものはあって、うん、でそこに対して、まあ、もちろんなんていうんですかね、同等で戦える能力は、まあ、多少なり劣る部分があるんで、うん、まあ、その組織の力みたいなところはやっぱり軽視したくないっていうところはあるんですけど、まあ、そこをこう、うんうんうん、うまく落とし込む、みんなに浸透させる力はまだ自分の中には足りてないなっていうのはもう感じてますし、うんうん、あそこのチームと子っていうところのバランスはすごい難しいなって思いますね。なるほどね。いやー、でもおっしゃる通り埋まらない子は絶対あるよね、うん、なんか明らかに能力的にこれはちょっともうしょうがないみたいな、うんうんうん、どうあがいても個人対個人の戦い、例えばまあ超強烈な、まあ、よく多いなフォワードの選手がいて相手にね、でうちはまあじゃあ日本人のセンターバックでやるって時に、なんかどうしてもその90分間通して完封しきるって無理じゃん、ほぼ、うんうんうん、むしろなんか劣勢な回数の方が多くて、うん、まあ、それによってこうボールが自陣までまあ簡単に運ばれて守る時間長いですみたいな、うんうん、なんか1人1対1の話なんだけど、1対1の話なんだけども、ここで完結できないから、結局11対11は劣勢になるみたいなパターン、めちゃくちゃあるじゃん。めちゃくちゃある。ね。これってなんか別に誰のせいでもなくて、もう単純にそうだからそうっていう話で、うん、じゃあそれどうするみたいなところでは、やっぱ一定チーム力ないと、なんか、いや、お前がそこで勝てないからだよみたいな話じゃないじゃん、もう差がありすぎて。うんうんうん、なんかここはなんかもう少し、J2 だったとき、自分の感覚ね、自分の感覚だと J2 だったときは、いや、それは負けちゃダメだよみたいなの負けてるパターンと、うんうん、今、前者で言ったパターン全然違くて、だから、それは、いや、そこは勝ってもらわないと、ちょっと試合が難しくなるよねっていう、その相手には勝ってくんないとみたいなところの、なんか、そこのなんて言うんだろう、感じ方の差はめちゃくちゃあるなっていう。うん、感じがする。なんか守れて当然ってことは一つもなくて、うん、でも確率的に守れませんかみたいな、あなたならみたいな、それはなんか体調なのか、そのコンディション的な部分なのか、集中力なのかちょっと分かんないけど、なんかいわゆる寝てる選手みたいなのがいたときにコラーって言いたくなる時あるけどコラって言えない J1 だとっていうのはあるよね。確かにな。そこあるよな。それどう対処しようってすごい考えてるけどな。そう。ここ超難しいよね。
難しいですけど、なんかでも諦めたくないんですけどね。いや、もちろん。なんかしょうがないよねって言って終わるのってマジでダサいなと思って、うん、なんか日本って結構そういう組織の力とかってみんなで何かをやるっていう力が結構ある文化があるじゃないですか、うん、でそれをなんかサッカー選手とかサッカーチーム、まあ、特に大分とかが今下位にいる中でそういうみんなで何かをやるっていうところを表現してもらして、それがいろんな人に伝わったりとかでするとなんかこうスポーツに価値もサッカーにも価値があるなってすごい思ったりもするし、うん、なんかやっぱり応援してもらえる人とかにそういったところを見てもらってこうなんかエネルギーにしてもらいたいなとかが理想ですけどね、うん、いやーそうだね。でもねマジでねすごいんですよ、やっぱすごい人たちって一瞬で仕留めちゃうじゃないですか、うん、なんかそれ入っちゃうのみたいなやつが入ったりとか、うん、それいっちゃうんだみたいな、そのもうやっぱやって感じる部分ってすごいあるなって思います、うん、見てたのと今まではやってきたけど、うん、実際こう目の前で対戦するってなって、あ、こういうのが違いだなっていうか、うん、面白い、でもめっちゃ面白いなって思います、そういうところ、うんうん、すごいなんか言語化難しいな。初めてフェラーリがマックスで走ってるようなのを目の前で見たっていう感じかな。でどうやって止めるっつって。そうそうそう。まあまあでもその感覚はわかる、めちゃくちゃ。うん、なんかそれ止めようと思うとやっぱこうなんて言うんだろうな、自分のもって、まあ俺がじゃあそれ止めようと思ったら多分いまだかつてないエネルギーを割かなくちゃいけなくて、うんうんうん、でもそうなるとバランス崩れる部分出てきて、うんうん、でそれが仮に俺じゃなくて誰かだとしたら、なんかそいつに対してじゃあいやお前そのフェラーリ止めてくんないとって言えないじゃん、フェラーリだから。なんかそれがもう少しこう軽自動車ならいやお前ならその軽自動車軽トラぐらいならお前なら止めれるだろうみたいな、止めてほしいと願ってるぐらいの勢いだけど、いやさすがに無理かフェラーリはって行かれるの前提で、うん、うん、どこに検問張るかみたいな、うんうん、そこすごい。でもとはいえさ、やっぱさそこ止める努力はしてほしいし、うん、なんかしてるんだろうけど、でも毎日の練習の中でそれを止めるための練習の姿勢というか振る舞いというか、うんうんうん、そこは求めたいじゃん、うん、少なくとも、うんうん、じゃあそれってどうなんだろうとか、うん、毎日まあ自分しかり、まあ、人のことしかり、まあこう自問自答したり、まあ人にこう問いかけたいっていう時もなんか少しこう葛藤あるよね、やっぱ相手のレベルが上がったことで、うん、言いたいことと言えること違うみたいな、うん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 、っていう難しさの中でやってるな。まあ私が背中向けたのは言ったけどね。背中向けたんですか。壁で背中向けて当たって入って、ああ、そう、あいつはやっぱね、まあこのなんかライブ配信で言うことじゃないかもしれないけど、いやでも彼はやっぱり世界に行きたいって自分の口で言ってるわけだから、うんうんうん、どうなん、そのそれに対してはどうなのっていう、その言葉とその振る舞いはどうなんだっていうとこでね、誰にでもできるからね、やっぱりそこ逃げない、壁で逃げないとかってさ、うん、うん、まあ、言った手前俺ももう逃げられないんだけど、壁で。でもいつも壁で大体当たってるじゃないですか。俺に？前日練習とかで結構壁に当たっ、壁入って当たってるイメージあるけどな。うん、まあでもね、それがまた学びになって、成長することでしょうと。
してもらわなきゃ困るというところだよね。僕も練習試合で壁で避けて、マジで説教されましたもん、プロ1年目の時。めっちゃ怖かった。監督室に呼ばれて。あ、そうな、監督に言われたんだ。監督とキーパーコーチとヘッドコーチと、うん、練習試合で。あ、練習試合で。はい。でもなんかそういうのはさ、なんか埋めたいというか、なんか埋めるまでもないとこではいてほしいなって思うけど、ね、もう最低限、うん、もう、うん、そこに対してアプローチするようなチームじゃやっぱこう J1 で生き残っていくには、うん、なんかそこじゃないとこで戦ってるから正直、うんうんうん、っていう感覚はあるから、あんま言うとマサナ言っちゃうからやめよう。後で LINE しときますね、マサ。期待がゆえのコメントで。いやー、やっぱ感じてること一緒やな。そうっすか。うん。いや、フェラーリ事故。ああ。うん。でもやっぱ、面白くてしょうがない。面白いね。なんか俺も、モサたちとやるのはやっぱ楽しいね。終わりないなって思うわ、ほんと。うん。うん。なんか年取るたんびにサッカー楽しくなってますもん。わかるわかる。なんか見えてくる視野も広くなってきたし、で見るものも変わってきて、体感するものも変わってきて、なんかどんどん新しい刺激がいっぱい入ってきて、毎回こう自分が足りないものを感じながら毎試合実験するっていう感じですかね。なんかノムの未来はどう見えてんの？なんかあるの？うん、今大分2年目で、はい、これからのなんていうんだろう、選手としてどういう方向に進んでいくのかというか、まあ、何を大事に選手続けていくのかなっていう。何を大事にしてやっていくんですかね、俺。何が大事なの今のとこ。何が大事かな。己のなんかどこに行っても、うん、あんまりこのサッカーに対しての考え方とか、うん、っていうのはあんまり変わってないですね。というのは、まあ、サッカーに対しての向き合い方とか、うん、まあ、チーム組織に対しての思いだったりとか、うんうん、っていうところは全く変わってなくて、じゃあ今後どうしていくかって言われたら、まだそんな明確ではないんですけど、まあ、とりあえずまだチャレンジし続けたいっていう思いの方が強くて、2年前か、その徳島から大分行った時も、もうチャレンジしたいっていう思いが強くて、うん、もうなんか迷いなく行っちゃったっていう感じもあるし、うん、迷いなかったって言ったら嘘ですけど、うん、だから、で、自分の目で見て感じたいっていうところがあって、で、それが今2年目で、で、まだまだこうなんか、明確なものはないんですけど、チャレンジし続けたいっていう、自分の限界がどれぐらいまでいけるのかっていうのが、それはなんか別に日本代表になりたいとか、なんかそんな明確じゃないんですけど、うん、自分が所属するクラブで、所属させてもらえるクラブで、どんどんこうなんか組織として強くなりたいっていうのもあるし、うん、まあ、個人としてももちろんプレイヤーとしても成長したいし、幅も広げたいし、まあ、あとはいろんな監督とやってみたいっていうのがあって、あ、まあ、将来なんか指導者に なりたいなっていうか、うん、サッカーに関わりたいなとは思ってて、うん、でやっぱいろんな監督とやるといろんな戦術とか、まあ、考え方とか、うん、まあ、その組織のオーガナイズの仕方とか、うん、っていうのがあるなっていうのは感じてて、でもちろんその監督だけじゃなくてスタッフとかもいろんな考え持ってる人が多いん で、うん、で特に今戦術もいろいろ細かいし、うん、
で、まあ、川崎さんとか、横浜 F ・マリノスさんとか、上位クラブの、個の、なんていうんですか、個の能力がすごい高い選手たちが集まってるクラブじゃないチームで、どういうチームの編成というか、戦術を組み立てるんだとか、なんかいろいろ、一緒に今、大分でやってるスタッフの人たちからもすごい勉強になることが多いし、なんかいろいろ吸収したい、勉強したい、チャレンジしたいみたいな、なるほどね。いろいろあります。じゃあ学び尽くしたら、また場所、環境を今の基準で変える可能性はあるっていう感じね。そうですね。でも今、まだまだ学べることたくさんあるし、っていうとこで、まあチャレンジもしてるし、充実してるよね、そういう意味では。充実してますね。ね。はい。ね。監督ね。でもなんか結局、今サッカーやってて、すごい嬉しいとか幸せって思うときは、なんか応援してくれてる人が、とか携わってくれてる人がやっぱ喜んでる姿とかを見ると、あ、やっててよかったなってめっちゃ思いますね。でもそれはなんか J1 行っても感じるわ、俺は。感じますよね。舞台変わって、うんうん。この前も、まあコロナ禍だけど、ほんとたくさんの人来てくれて、まあ、う浦和だったっていうのもあると思うんだけど、んうん。うんうんうん。まあそういうの、なんか相手の知名度とかももちろん含みで J1 だから、別にそれはそれで全然よくて、でもなんかこう、いつも来てくれてる方が、ディビジョンを移して、またなんかこう、新たな刺激を得ていると思うし、まあそこにね、勝利がプラスされれば、なお一層質のいいものを、スタジアムで、なんかこう、心に届くようなものになるんじゃないかなっていうのはもちろん思ってるけど、まあなかなかそううまくいかない中でも、やっぱなんかスタジアムの雰囲気とか、J1 が徳島にあるっていうのは非常に、まあいろんな意味で、まあやらしい話、その、なんて言うんだろうな、工業的なお金の周りとかも含めて、なんかこう進んでるというか、しっかりこう人もお金も地域も、ボルティス自身も動いてる、進んでるなっていう感覚はなんかすごいあるんだよね、ピッチでこうやっててというか。そういうのもすごい感じるな、いいなっていうのは。言い続だっけたていよね。あれですもんね。人工芝増えましたもんね、ホームの。周りの縁のところ。周りの縁のところ？ポカリスエットスタジアムの。あれ、J2 の時なかったじゃないですか、周りの縁。周りの縁の人工芝グってラどンういうドこと？の縁のああ、はい球はいはい。団みたいなやつ、あれ J1 行ってからでしょ。あれ、あ去れじゃ年ない？からあった？今張り替えてるんだよね、タータあ、そうなんだ。ン。陸上張り替えてて。まあ、そういったものを含め、なんか、あ、ちょっと、貧乏。オープンなっていう感じするなって。いや、確かに、看板とかね、なんか本当サポートしてくださってる企業さんとかも増えてるらしくて、営業の福島部長に聞くと。なんかそれってやっぱすごいことだなっていう。サッカーでそういうのが動く、人が動いてくれるっていう。これがね、やっぱ継続が本当に難しいと思うから、じゃあ継続したいって時に、じゃあ成績が必要。じゃあ、まあ、なんだろう、フェラーリ持ってるクラブに対して また出てくるけど じゃあ、フェラーリ持ってるクラブに対して、我々、走行距離も備え走ってない軽自動車がどう戦うのかみたいな。まあ、そこに面白さあるし、難しさもあるし、なんかここが解決できたら、なーっていうのはね、日々思ってるけど、思ってるというか、まあいろいろ調べ事等をするけどね、なかなかまあうまくいかないときはいかない。もうあっという間に30分経っちゃうね。
何の解決にもならない内容だけどね、これは。答えないから。そうでありたいという意志だけは強いけどな。でもそれがないと動けないんで。まあそうだね。うん。間違いね。なんか、あります？トークテーマ。トークテーマ？逆に聞きたいみたいなのある？逆に聞きたいのは、トークテーマ、ケン君はじゃあ逆に未来はどういうふうに見据えて毎日生きてる？いやでもなんかね、俺もね、飲むと一緒でね、未来を見据えてる感覚は全くないね。うん。うん。でもやっぱ今起きる課題が本当に、課題というか、今起きてることが本当にたくさんあるから、毎日の練習しかり、うん、試合しかり、まあ特に新しい監督になってとかさ、まあ新しいメンバー入ってとか、まあ、今回、一味くんがね、まあ今もう合流して一緒にやってるけど、一味くん来たりとかする中で、やっぱこう、なんていう、チームというかコミュニティの体質も少なからず変化するじゃん。まあ、誰と誰が一緒にいたけど、誰と誰が一緒になるみたいな、あるじゃん。一人変わるとさ、ちょっとこう、ずれ込むじゃん。サッカー史上の遺跡みたいな感じで。そうするとまた少しこう、コミュニケーションの流れ変わっててとか、人間関係変わっててみたいな。うん、で、ひょんなことから、なんか、どうしたお前らみたいな。とかあるじゃん、よく。うん、だそういうのも気になるっちゃ気になるし、まあもちろん今全くそういうのないから、うん、そういうことが起こり得るっていう話でね。うん、だそういう時になんか、うん、じゃあ何が原因なのかを、こう、考えておくというか、先回りしておかないと、起きてからだと不安だから、うんうん、だからそういうのをこう、まあ、今言った事象は一つだけど、それがそれだけじゃなくて、まあ、監督と選手とか、うん、監督と、まあ、スタッフとか、スタッフと選手とか、いろんなこう組み合わせの中で、なんかこう、差異が生まれやすいから、やっぱ、監督も新しくなってとか、順位だったりとか、うん、いろんなことの現象でばらつくというか、そこをやっぱこう修正できるようにというか、できるだけいい状態で試合に向かっていくために知っておきたいことはやっぱいっぱいあるね。知らないことが多すぎる、やっぱりまだまだ。それに時間を使ってるから、使いたいし使ってるから、うん、だからなんかそんな先のことまでとか全然いっぱいいっぱい、普通に今走るのにいっぱいいっぱい。でもやっぱ今だって今外人選手何人新しい選手も入ってきた、うん、5人ぐらい6人4人かな、あ4人、うん、4人だね、まあ、松沢入れた5人か、うん、まあ外国人枠でやらしてもらってるんで、松沢。むしろ宇宙人枠でやらしてもらってるよ。これ、徳島サポの皆さん、ちゃんと見とるかな。松沢宇宙人枠っていう。今絶対あいつ、これ見ながら笑っとるで、画面の向こうで。想像つくわ。いやいや、ノブ君とか言いながら一人で、多分携帯に向かって話しかけとるで、宇宙人やから。いやー、でも本当。あ、おやすみ。おやすみ。おやすみ。ラブボルティスワックですって来てるよ。あ、松が誰が宇宙人やって、なんかチャットで、松って言って、言う人が打ってきてるから、これ松なんじゃない？
あいつちゃんと見てますね、やっぱり。見てるな。いやー、でもほんと知らないこと多すぎるわ、世の中に。なんか最近、人の無意識について調べてるももう結構やばい領域来てますん。ね。なんか意識的にやってるつもりの無意識について。うん。まあ、それいわゆる偏見っていうやつなんだけど。偏見は何から始まってんのかみたいな。いやー、そなれかなかどう、本とかで勉強してるんですか？本だね。誰しもね、なんか無意識のうちに判断したり言っちゃったりするらしいから。だからなんかね、言ってることにあんまこう、人がこう言ってることに対してあんまりこう、すぐ反応しなくなったっていうのはあるな。ちゃんとこう、すってしてから、何がそうさせてるのかなとか、何で言ったんかなとか、何を伝えたいのかな、本質どこなんかなみたいな、とか、毎日やってると、未来のことなんて考えてる暇がない。常に頭くる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 回ってる感じ。クックル回ってて、そうこうしてると、野村何してっかなと思って電話するよ。ああ、なるほど。うん。急に来るからな。急ななんんだかよあったな。かみたいな。全然なんもない。したらなんか、ウェーイみたいな感じで電話してくる。皆さんにこれ録音、その電話の最初とか録音して聞かせてあげたい、マジで。キャラ大崩れするやろうな、多いや、疲れてるやんって言われるからな、ほんで。分。そのテンションは疲れてるやん、言うて。そうか、でもなんか、うん、チーム内の競争で、自分のパフォーマンスでっていう、に目を向けてやる時間が増えたとかね。なんあるか、な。余裕がなくなったわけじゃないけど、よりこだわるっていう感じ。あと、そのチームがやろうとしてることに対して自分が正解なのかどうかっていうのは、結構、自分の中で勝手に研究する感じ。だから結構練習の動画とか毎日見返しますね。うん。ああ、そうなんだ。はい。自分のプレイを中心に。もちろん。まあ、チームの流れもありますけど、まあ、それよりもやっぱ自分にフォーカスしてる方が多いですね。なるでも面白いですよ、なんか。ね。なんかナルシストとかじゃなくて。いや、わかるよ、わかるよ。わかります？わかるわかる。没頭しちゃうよね。はい。ああ。まあでも今の監督になられてからもめちゃくちゃ面白いよ。難しさもあるけど。新しいね。なんか、リカルドもスペインじゃん。同じスペインでも全然違うから。なんか、ボールを握りたいとかいう、その根底は一緒なんだけど、そこのなんか概念だけ一緒で、手法全然違うみたいな。あ、そういうやり方もあるんだ、みたいな。そういう、うん、そうやな。だからめちゃくちゃ勉強な。それで言うと、だからいろんな監督とやりたいっていう話もしてたけど、めちゃくちゃ勉強になるね、サッカーに関しては。だからなんか、そのリカルドの時に習ったっていうか、覚えたやつ、プラスアルファ、その今の監督のやり方とかも、こう付け加える感じでやっていくと、なんかまたさらに自分の幅というか、引き出しが増える感じがして、こう、自分の中で個人戦術が増えるっていう感覚とかは、ある気がする。ああ、でもなんか場所変わっても生きるっていいよね。その、サッカー感が。なんかでみんなも、でやっ他てのたサッから、カー。
他の選手じゃなくても自分が持ってるみたいな、なんか、あ、なるほどね、武器じゃないけど、こうなんかちっちゃい武器みたいな、そういう感じにはなるから。でもなんか、それさ、持ってるとさ、いや、もうちょっとこうしてほしいのにみたいな時ない？めちゃくちゃある。まあなんかもう自分だけで思い描いてる絵だから。あ、そうだよね。うん、だから、うん、でもめちゃくちゃわかる。ここ走ってくれたら俺は開くのにみたいな、引っ張ってくれたらみたいなとかね、ロックとか、ロックの概念とかないじゃん、基本的に。ないですね。ロックしとくね。うん。いや、降りんな、降りんな、みたいなとか、逆になんか、いや、貼っとけ、貼っとけ、みたいなとかも、あるよね、きっと。めちゃくちゃある。だからそういった意味でのサッカーの話、うん、ただ、上手い下手とかじゃなくて、うん、いつ、なんでそのタイミングで動くのかとか動かないでいいのかとかっていうのが、うんうん、そういう話ができるのとできないのじゃ今後の選手生命にも関わってくるというか、あ、だからすごいでかい、でか、徳島にいた時もすごい大きかったなって、収穫は超でかかったなって思います、うん、なるほど。いやー、結構いい感じの時間になってきましたけど、なんかチャットの方からあれば、うん、J1 と J2 の一番の違いは守備の強度だと思います。特にゴール前、実際どんな風に感じますか？これはでもその通りだと思いますね。いや、それだけじゃないですけど、目につきやすいのはやっぱそこの違いはあるよね。ボックス内。めちゃくちゃある。ね。入る気せんときめっちゃあるもん。うんうんうん。あれ、シュートコースないみたいな感じ。な、あ、わかるわかる。人多いみたいな。サイドとか全然空いてたりするけど、人多いな、みたいな、中に。抽象的だけど、テレビで見てると寄せてほしいと願ってしまうけど、プロが判断してることだから難しいんだろうな。うん、これは難しいな。いろいろ条件ありますよね。条件あるね。寄せるってことはスペース空けるってことやからな。っていう考え方もあるし、うん、個人的に疲れてたら寄せれないっていう、個人的な部分もあるし、エネルギー的なね。うんうんうん。野村さんの好きな食べ物って何ですか？好きな食べ物？でも最近、徳島からすだち送ってもらって、うん、やっぱ、今フェラーリ通ったの？かわしいわ。大膳通った。大膳通った。やっぱすだち使った料理、うん、なんか刺身に結構かけるんですけど、やっぱ美味しいなって思いますね。うんうんうん。すだちはね。すだち何でもあるじゃないですか。いいね、うん。まあ、迷惑客でしょ。うん。すごい。フェラーリを走らせなければいい。まあ、それが難しいんですが。おっしゃる通り、それが難しいんです。90分間走らせないのは無理ですからね。前田大然通過。
ああ、今日は飲むの経歴の振り返りはないですか？エレキ経歴ね、振り返りたかったんですけどね、冒頭で言ったんですけど、ちょっとキャリアより、今、おのおのの置かれてる立場を生々しく話そうじゃないかという回に今回はしております。心理学学ぶのも面白いですよ。指導者講習会でも。必修科目です。あ、そうなの。いや、心理学面白いよね。勉強したことないっす。心理と脳はマジで面白い。なんかしょうがないことにイライラしてたんだなとか思ったりする。自分が。いやー、どうでしょう。すだちとかぼすの違いは？それなんか、大分移籍してきてすぐなんか番組みたいなやつで、すだちとかぼすを食べ比べするみたいな、テストみたいなのがあったんですけど、テスト。まんま間違えましたからね。じゃあ、そんぐらい。わかんなかった、味的には。なんか、全然わかんなかったんですけど、ああ、そうなんだ。でも、言い訳すると、やっぱ、物が全然違った、多分。だって、もう分かるもん。すだちとかぼすの違いなんて。今やってこと？今もそうだし、多分その当時も、ちゃんと、なんていうんですかね、ちゃんとしたものを準備してくれたら。大きいよね、かぼすは。大きい。ね。みかんとすだちの間ぐらいの大きさしてるよね。みかんとすだちの間、大きいっすね。ちょっと大きめの。かぼすもうまいっすけどね。かぼす、でも俺あんまり味覚えてないな。なんか、よりすだちより柑橘っぽい感じ。あ、そうなんだ。な気がします。何の話やねんって感じやけど。生々しい話っす。確かに生々しいやん。うまい。うまいね。おすすめの本ありますか？おすすめの本か。一個だけ紹介しましょうかね、じ何冊あるうちの一冊ですか、それ。ゃあ。いや、わかんない。そんなないよね、もう。40か50ぐらいじゃない？まだ。そんなに、僕はこれですけどね。いや、ぼかし入っちゃってるから、顔以外。腸のトリセツ？今日のトリセツ、多分皆さん、やっぱ今年、大分来てから健康にかなりフォーカスしてるんで、いいですね。皆さん意外と、おならがいっぱい出る人とか、ヨーグルトとか納豆とか蜂蜜が体にいいって思ってる人は意外とそうじゃなかったりするんですよ。悪玉菌が増えて、シーボっていう、なんか、病気じゃないけど、良くない腸が、実は元気じゃなかったりとか。あとみんな、胃にピロリ菌がいたりとか。なんか改善したんですか？これだけはやっとけっていうのください、じゃあ。これだけ？いや、ピロリ菌の除去してください。それだからどうやってやるんですか？胃カメラ。いや、もうちょっと日常的なのください。日常的に いきなりカメラハードル高すぎるでしょ、だって。食物繊維とタンパク質を多く取ること。で、糖質を多く取りすぎないことですね。なるほど。それだけでもだいぶ健康に近づけるんじゃないかなって。ンパク質は何すか？ちゃんと鶏肉とかで取れみたいなことですか？それとあ、まあも、もう、プロテイ魚ンとかじゃと、なくて。あ、プロテインでも全然大丈夫です。あ、大丈夫なんだ。タンパク質と食物繊維ですね。胃 カメラはちょっとさ、最初 もうちょっと待ってよ。でもそのピロリ菌があったら栄養の吸収悪くなるんですよ。あ、そうなんだ。
え、それが何につながるんですか？じゃあ、ピロリ菌なくします。腸の。でなったな、栄養の吸収が良くなって、はい。で、栄養の大体吸収されるのって腸からなんで、うん。その腸が元気に、正常に動いてないと、その、栄養も吸収されない、十分。うん、で全部、栄養を取ったつもりでも流れて、出ていっちゃう。ですよ。なるほど。じゃあ、俺はテラヘルツでやってるから大丈夫ですね。内側から摂取してください、ちゃんと。水でやってるんで。あ、そっか。はい。いい感じに触れてるんじゃないでしょうか、腸が。高速で。一説によると、高速で触れてるという。まあ、なんか、あ、そっか。あ、でもなんか食いつきが良さそうなとこっていうと、これは面白かったんで、あとなんかみんな興味、え、ちょっと面白そうって思ってもらえそうなとこをチョイスすると、これ。人生で大切なことはみんなマクドナルドで教わった。マクドナルドの1店舗のマネージャーさんから、なんかあの、すごいこう、のし上がって書いたんですけど、最優秀店長になるんですけど、マクドナルドもなんかコンテストなんですよ、社内の。それで優勝して、なんか、どういったこう、そこに、なんていうの、その職場、この人が店長をやられてる職場がどれだけこう、なんつうんだ、表現難しい。いい職場というか、健康的な職場だったかっていう。まあ、どのようにしてそういうふうに、そういうものを作ったのかみたいな。組織絡みの、何を大切にしてたのかみたいな。これは結構、面白いし、ためになるし、そんなに読むのも時間かかんないです、これは。うん。あ、あれいいよね。チーズはどこへ消えた？あれ、俺それ読んだけど、なんだっけ？もう内容忘れちゃったな。あの、あれよ。チーズステーションの話を。そこにチーズがあるからって、とどまっていると痛い目に遭うみたいな。ああ。もう人生の教科書みたいな。高校時代にポテト部門で賞をもらったことがある。クルーがいた。視聴者にクルーがいた。いや、ぜひこれは読んでもらえたら面白いかなと。すごいな、467人も見てくれてますね。いや、すごいね。ありがたいですね、本当。一番仕事終わりのリラックスタイム。本当だね。はい。フェラーリの話しかしてないですけど。いや、でも結構なんか、お互い、そうだな。まあ、悩んでる。悩みすぎてるわけではないじゃん。お互い一定の充実感を得ながら、いかに、こう、どういうふうにして、じゃあ、勝っていこうかとか、どういうふうにして成長していこうかみたいな話ができたので、かなり身になってます。10月だったっけな、徳島で試合あるの。うん、ちょっとわかんない。今にいっぱいいっぱいすぎて。楽しみっすわ、徳島行けるの。ね。10月23。お。ぜひ元気な腸で来てください。さあ、というわけで、いいですかね。この辺でもう50分、53分。ねえな。
早いね。全然もうこのダラダラ2時間ぐらいやってもいい勢いなんだけど。このようにしときましょうかね。ラジオやってるんですか、まだ。ラジオやってないっすね。コロナになってからはちょっと。ああ、ラジオにも影響出てんのか。うん、出てるね。マイクが触れないとか。うん、だし、あれじゃん。密室で。ああ、そうか。5分以上とか。そうそう。松沢は車で言うと何ですか？なんなら自転車ですかって自分で言ってるのをだいぶ昔にスルーしましたね。え？あいつそんなん言ってたんだ。松沢は車で言うと何ですか？どうすか？それで締めますか？いや、全然浮かんでこない。じゃあ、宇宙人でした。車じゃなかったっす。車で言えなかったっす。ゴールラ来てくださいねっていうコメント来てますよ。行きます。P さんと一緒に。それは面白い。よいしょ。じゃあ、締めましょう。はい。ちょっと今日は心なしかプレッシャーがなさすぎてゆるゆるでやっちゃったんですけど、すいませんね。飲む、そんなゆるいっすかね。そんなことない。割と真面目に話したつもりですけどね。いいでしょう。じゃあ、というわけで、はい、未来の鍵第11回は大分トリニタ野村直樹選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、本当にたくさんの人がね、500人弱ぐらいの方が見に来てくださって、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。また、野村選手になるか、違う選手になるか、わかりませんけども、未来の鍵やっていきますので、またぜひお時間があるときはご覧ください。では、野村、ありがとうございました。